内側までお下がりください。みなさんどうも、あかねだよ。ももかだよ。今回はこちら、神戸市営地下鉄にやってきたよ。神戸市営地下鉄って、珍しいわね。主さん、神戸には結構よく来るのに、地下鉄だけはほとんど乗らないものね。聞いた話によると、約10年ぶりくらいらしいよ。10年。まずはこの三宮駅からスタートだよ。三宮では発車メロディが流れるのね。なんか、すごいきらびやかで綺麗なメロディだったわね。中央行きの電車が入ってきたみたい。早速これに初乗り運賃で行ける区間乗ってみるよ。あれ、なんかさっき関東でよく聞くドアチャイムが聞こえた気がする。私もそんな気がするわ。もう一度よくドアチャイムを聞いてみましょう。まさかの関東式チャイムなんだ。しかも主流である3点式ではなく5点式とは。神戸市営地下鉄アナドレンはね。さて、ただいま乗車しているのは神戸市営地下鉄の6線系。最近はほとんどの車両がこの車両に置き換わってきているんだよ。案内ディスプレイは主流の三菱セサミクロみたいだね。やっぱり新車だけあってか、車内は綺麗だね。なんか関東の電車って感じが少しするわね。座席はこんな感じだね。今回は大倉山で降りることにしたよ。なぜここなの？耳を澄ましていればわかるよ。あ、発車メロディが鳴るってことね。そういうこと。さらにここまでは三宮から初乗り運賃で来れるからね。一度改札を通っておきましょう。三宮から大倉山までは片道210円だよ。うわ、谷が道めっちゃ混んでる。やっぱり三宮や新神戸などの要所を通る関係で乗客が多いみたいね。逆に京浜中央行きはそこまで混んでない感じね。今の時間が朝だからってのもあるかもしれないね。それにしてもほんと6線系ばっかりになったね。昔はいろいろな形式が走っていたのに。駅の壁から感じ取れる古さと設置されてる機械とのギャップ、ある意味すごいわね。神戸市営地下鉄。じゃあやってきた谷上駅で三宮に戻るよ。そう、私たち6線系しか見てないわね。ということで今回は神戸市営地下鉄に乗ってきたということでお送りしてきたけど、どうだった？古いイメージしかなかった神戸市営地下鉄が、少し古い部分は残りながらも、ここまで新しく変わっていたとは想像もつかなかったわね。そうだね、新車も増えてたし。ということで今回の動画は短いけどここまで。この動画がいいと思ったらチャンネル登録や高評価お願いね。最後まで見てくれてありがとう。